と選手。スペン・クラマーとも書かれるが、本来の発音はスフェン・クラーメルが近い。スピードスケート史上屈指のオールラウンダー。世界オールラウンド選手権総合優勝9回は、男女通して史上最多である。2004年にローズビルで開催された世界ジュニア選手権で2位に入り、聖な予期で行われた翌年の大会では優勝した。 自転車競技のジュニア国内選手権でロベルトヘイシンクに次ぐ2位に入ったこともある。2005年9月には初めての世界新記録をマーク。この年から現在の所属チーム TVM スコットスプロイーグに加わりヘラルト・ケムケルスコーチの指導を受ける。2006年トリノオリンピックの5000メートルで銀メダル、団体パシュートで銅メダルを獲得した。団体パシュートでは 自分の転倒により、準決勝で敗れている。1500メートルは15位、1万メートルは7位だった。その後、世界距離別選手権で5000メートル、1万メートル、団体パシュートの3冠を3年連続で達成。さらに世界オールラウンド選手権で男子として、史上初の4年連続優勝を果たした。またワールドカップでも2度総合優勝している。 2010年バンクーバーオリンピックの5000メートルでは6分14秒60の五輪新記録で自身初となる金メダルを獲得したが1万メートルではケムケルスコーチの誤った指示でインコースを2周続けて滑るミスを犯し失格となったこの悲劇はオランダの日刊誌アルゲメンダグブラドでは数日前に連立政権が崩壊したヤンペーター・バルケネンで政権についての 報道を抑えて一面で報道された。彼はコーチと言い争いをしたが翌日にはわだかまりを解いて今後も同コーチの指導を受け続けることを表明した。怪我により2010、11シーズンを棒に振ったが翌シーズンには復帰し世界チャンピオンに帰り咲いた。2014年ソチオリンピックでは5000メートル、1万メートル団体パシュートの3種目にエントリーし、 一万メートルで同じオランダのヨリト・ウェルフスマに敗れ金メダルになった以外は圧倒的な強さを見せて優勝した。2018年ピョンチャンオリンピックでも3種目に出場。一万メートルは6位に終わったが、五千メートルでは五輪新記録で3連覇を飾った。団体パシュートでは銅メダルを獲得した。父親のイエプ・クラマー。 妹のブレヒト・クラマーもスピードスケート選手。フィールドホッケーで2度オリンピック優勝の経験を持つ、ナオミ・ファーアスと交際している。現在、以下の記録で、世界記録を保持している。コーエン・フェルバイ、ヤン・フロク・ハイゼンと共に記録した。ABC スピードスケーティング・バイオグラフィーズ、スウェン・クレーマー国際スケート連盟、スピードスケーティング、ワールド・オールラウンド。 スピードスケーティングチャンピオンシップスオーバービュー国際スケート連盟クラマー前大未聞の失格劇日刊スポーツ2010年2月26日閲覧下記中央日報の報道では数日前に辞任した首相とあるが誤り AB こんなことで決別しないクラマーとコーチが和解。中央日報2010年2月26日閲覧 スベン・クワムスルクト・アイト・オリンピッシュ・ジャー・デ・テレグラフ・リトリーブド19フェブラリー2012スピードスケーティング・レコーズ・ワールド・レコーズ国際スケート連盟。ありがとうございます。